こんにちは。プリスト、オッケー。バリーラー VS ネムシー。ありがとうございます。面白おかしくやろうか。背中に気をつけて。オラクオ、Give me オラクオ。払いて。副作用一切ないわ。信じなさい。足取り込みしない。週末は近い。 OK OK Trigger ってやつだね。うわっ。よしよし、これで奴らが俺に従うんだ。行くわよ。Oh my! So you mute yourself? Fuck you! これで2枚目のドブがハンドにあったら、今日選択肢大丈夫ですか？昨日選択肢なんで大丈夫ですか？待って、これ2枚目のドブがハンドにあったら、割と風の刃なんだよね。2枚目のドブが相手のハンドにあった場合、それは風の刃だとしてどうするか。行くわよ。早いとこ DK になって枚数増やさなきゃな。俺はい。お前うまそう。副作用一切ないわ。信じなさい。動物園は招待客限定です。マジでドブやめてよ。初戦から俺これで負けたくないんだけど。本気で。死の影からは逃れられないわ。でもこれ最後のゴールドライトだけど、これ強引に出さなきゃダメなの。まあプレバニができればいいけど、2枚出してプレバニでゴールドライト2枚引っ張ってくれば一番いいけど、できるかそれが。本当にやめて。本当にダメだって。こいつもしかして見えてんのかな。ドブが勝ち筋だって。おい、ダメだダメだダメだ、本当にダメだ。
時がこぼれ落ちていくわね。本当にダメだからな。でももうずいぶん前からハンドにあったんだね。もう相手勝ててたんだ。バリーラ VS アーサス、オーデロンに勝利を。背中に気をつけて。いや今の痛いわ。俺のちょっともう今メンタルダメージがでかすぎるわ。メンタルにちょっときたな今のは。光がかげろうとも我らは戦う。違うな、最悪だわ初戦から。最悪。このリンゴを頭に乗せてくれ。光が陰ろうとも我らは戦う。チクッとするわよ。テンションダダ下がりだな。ダダダダダダ下がりなんだよ。立ち入り禁止だ。引かせ。光が陰ろうとも我らは戦う。行くわよ。1週間の研修から帰ってきました。楽しかったですか毎日。ただいま剣山。してます。立ち入り禁止だ。聞かせ。ただいま剣山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 。ゲームもでかくない。でかい。自殺する。まあ大方死んでるけど。
光が陰ろうとも我らは戦う。ムンゴロはタイタンのものだ。てんてんてん、ありがとうございます。柳さん、ティアナミさんじゃない。てんてけてんてんてんの時期ですね。I have to。 エンドルの王や。うわよ、手札が多すぎる。一枚コルさんがあったら、まあまだチャンスはあると思うわ。立ち入り禁止だ、引かせ。ただいま剣山、ただいま剣山、ただいま剣山、ただいま剣山。光が陰ろうと我らは戦う。ねえ、ウェイ降参よ。雑の座は夜だ。だいたいね、昼はね、昼、日曜日は昼ローグやってんだよ。うわ、最初にコントロールボールっていうの負けたの、マジでつれえわ。ほんとにつれえ。あのせいやん、俺今日ランク1まで行く予定だったのに、いけねえよ、これじゃあ。まあでも、ここからよくわかんないけど、連勝するパターンもあるからな、それを信じよう。4時間ぐらいやったら、どっかでこう、いいウィンストリークが来るはずだよ。今日何作るの決まってないな。何がいいかな。梅原弟大使見たけど、面白かった。そうでしょ、面白いでしょ、そこ。バリーラ、何がいいかね、特に決まってないな。我が刃は聖なる炎を宿す。背中に。ダメだ、弱気のマリガンしちゃダメだ。もうコルさん引いとう。もう相手がアグロだろうと関係ねえわ。コルさんなかったらバラすんだろう。うん、いいんじゃない。ダンスの間に感動した。そうだよ、異常なほど早いからね。なんだっけか、イーグルの話だ。イーグルさんの話をしたらすぐパンダ。ただいま剣山、行くわよ。マロパラ相手にここまでいいね。まあここで動員が来るけど、動員が来ても3匹だったら多分これとこれで多分除去できるでしょ。貴様の魔法は役に立たない。 What the heck? Not even What the行くわよ。ただいま剣山。何こいつ、クソ事故ってんの。
負けそうだな。さっきのコールドライト出さない方が良かったのか。なんかそんな感じですね。ただいま剣山。ああ、おもんなこのゲーム。動物の場所とは限定です。感服しました。クソファッキンおもんねえわ。貴様の魔法は役に立たず、光がかげろうとも我らは戦う。感服しました。一緒に飲もうや、相棒。心からの感謝を。光がかげろうとも我らは戦う。剣山。最初のコンゴロに負けたのがつれえな。バリラーサンゴイナーバーサスウーサーザライトブリンガー。我名誉を持って戦う。背中に気をつけて。こんにちは。ちゅうハンドや、なんちゅうハンドや、にゃんちゅうハンドや。あ、もうちょっとゲームに関して話すこと特にねえから。昨日さ、柴田とさ海に行ってきたんだけどさ、見た、 みんな見た YouTube の、 俺これからさ、前俺気づいたんだよね、前にも言ったけど、 YouTube にね、ハースストーン以外の全く関係ない、あまりにゴミみたいな動画を上げると登録者がね減るっていう、事態が発生するんだよね。事態が、事案が、ジオングが起きるんだよ。でね、それをちょっとさ考えて、これからね深夜3時に上げるわ、そういう動画は。そういう動画これからね、必ず深夜3時に上げることにします。こうすればこう、バレないかなっていう、いかにしてバレないか。行くわよ。なんか2点多く食らっただけだな。2点じゃない、3点多く食らっただけなんだ。ねえねえ、強すぎる。マロパラはもうやめてくれ。これ以上いじめないでくれ、俺のことマロパラ。行くわよ。やりましたわ。な、 YouTube にラジオでね上げたいんだけどね、上げるかも、こんなクソみたいなこと。これこのゲームやってるぐらいだったら、どうラジオ上げた方がなんか得する気がするわ。全然勝てないじゃん。俺今日0勝3敗、今4敗目を今喫しようとしてんだけど。ふんげーかこれ。ふんげーじゃないか、もしかして。
踏んげだろ、どう見て もう誰がどう見ても踏んげだわ。踏んげであることをここに宣言する。おはみどもそう言うよ。ちょっとあれ、なんかちょっと傾いてんだよね。さあ、一度助けてよ。世界の終末は近い。次のターンにガイストで7ターン目に、まあ、シュワシュワでもいいわ。次のターンガイスト7ターン目なんだっけ。The fuck? What the fuck? What? D? これ音調か。ね、来てよ。なんでさ、ここで来れな。まあ、オンチは別にいいんだけど。いや、そうじゃないじゃん、俺の欲しいカード。光が陰ろうとも我らは戦う。何このフンハンド。フンオブフンなんだけど。いやいや、こんなフンハンドちょっと本当にやってるこれ。おい、ライオット聞いてるか。いや本当に。キングオブフンなんだけど。フンオブフン。フン、極めてみましたみたいな感じだな。いやこれコルさん1枚でこれ変わる流れ。ただいま剣山。これで次のターン何も言わずに死んでいった石田さんになるのこれ。へえ、石田さんのように俺は死んでいくのだぞこれ。ただいま剣山。コルさん、今日はあなたの勝ちね。監禁作業も終わってる。昨日一人で隠れてやってたから動画はもうね十分ストック溜まってるから。といっても火曜日までなんでね。だからまたちょっと今日は動画の元を作ろうと思ってさやってるんだけど。パラディン、ちょプリースト持ってきてよ。癒しのプリースト頼むよ。なでだよ。ジーナ、もうどうしてこういう奴らばっかなんだ。ふんげーだな。ふめはら1弟シャムハラって感じだわ。勝ち筋ほとんどないんだけど、このマッチアップ。しかも、はあ、腹立つわ。フンゲーだわ。イライラするな。いやでも不思議とあんまりイライラしないな。
ダイジェストになりそうって。何これ、どういうこと。いやでも違う、勘違いするな、チコ。絶対相手は顔面引っ張られる。俺は知ってる。油断させてこいつはね、顔面引っ張られてくるから。千の機密に万の秘密。そんなわけないから。遅刻だよね。うわー、俺これでまたダメージ食らうの、ね、痛いんだけど。痛いの、いや痛いの飛んでけーっていうスタイルね。いつか私もあなたみたいに。だって痛いもん。無理だろそんなの。世界の終末は近い。ないです。動物園は招待客限定です。行くわよ。シャドブレは別にいらないよ。このゲームの勝ち筋相手があるんです。使う以外ねえから。失礼いたします。熱中なさっておいでですね。万の日に。
Holy shit! これ死んでるやん、絶対。行くわよ。ああ、面白くねえな。アレンス装備しろ、早く。アレンス装備してた時のみワンチャンだわ。ワンチャンだわ。だわ。あ、今日粉ゲーしかやってない。すべてが粉ゲーだわ。なんて粉ゲーなんだ。頼む、ちょっと助けてくれ。31。で、みんな見てないと思うけど、今日1戦目はコントロールウォーロックに当たって、相手ドブネズミ2回出して、ドブネズミ2回ともコルサーを引っ張って死んだ。知ってるか、ちょっと今日の、ちょっと今日第1戦を見て、もう、なんなんこの粉ゲーム。さあ、一助けてやー。栄養を持って戦う。背中に気をつけて。どう、このイカのスタンプよりオハヨリックの方が良くなかった？どう思う？正直、このイカよりもオハヨリックの方が全然良かったよ。コインからの？からの？もういいよそれ。それしかないっすよね。そうっすよね。からのってやつやん。世界の終末は近い。行くわよ。ゲットなんだけど、サップする相手も別にいねえよ。こいつか？あ、待て待て待て、これ大事だな。でもこいつサップする？ここサップしたことで何点ぐらい守れんの？守る必要あんの？てかどうせ次のだ、俺やること何もないんだろ。お？それだけでいいのか？何すんのこのターン。コールさん出していいの？まあ、ジャーキン行こう。ジャーキンがあるから。でそのうちあれっしょ。おー、パープリでニャーリーが来たな。だってバニッシュ切るのは10年早いでしょ。立ち入り禁止だ、引き返せ。バウンス、バウンス、ファック、ファッキュー。
セカシュ通る？いや通るとかじゃなくて通したいんだけどね、通るっていう疑問形はあまり意味を持たない。いや通すでしょ、バカ言うな、通すんだ、信じろ、相手がスペルブレーカー持ってない、いろいろ信じろ、強く信じろ、強い気持ちを持って。このリンゴを頭に乗せてくれ。ただいま剣山、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 ただいま剣山。フンジャングルが、どうする、シュワシュワか、それか、いやダラダラしててこのゲーム勝てるわけねえから、ここはもうコルさん出して回そう、回した方が絶対いい、回せ回せ、一緒に飲もうや相棒で、殴っとけね、顔以外殴るんだけど多すぎますぞ、次は気持ちのダーキン通せ、みんな俺の勝ちだ、ただいま剣山、湘北はどうのこうのだが、どうたらこうたら俺の勝ちだ、もちろん回復はどこだ、顔だ、俺は顔の、めんどくせえゲーム取らなきゃいけねえんだよ、来てくれプリースト、プリストもうこれしかいないじゃん、もうこのゲームこの人しかいないんですか、もうこいつばっかりばっかり、欲しいよ両方とも、分かってるけどコールドアイとこなかったら負けだしたぞどうせ、もうこいつばっかりじゃん、もうこの顔ばっかりだよ、さっきはずーっとそれじゃん、ずーっとそれ、いやパラガス多すぎでしょ、ほんとにどこに言えばいいのこれ、ライオットほんと頼むぜ、そういうとこだからな、ライオット、ただいま剣山、あー悩むな、うん、どうすっかな、あ、待って待って、これ大丈夫ぞ、セカシュポイ捨てする、うん、決めなきゃ、複雑わよ、一切ないわ、イライラするわ、つれー、
とするわよ。とんでもねえダメージなんだけど、次のターン。わあ。世界の終末は近い。おい、通せこれ。これマジで通せ。これ通ったら分かるぞ。分かるぞじゃねえ。分からんぞ。なんで分かるんだよ。何が分かったんだよ。通せここ。オッケーオッケー。ここ通ったらこれワンチャンあるわ。ワンチャンあるし、ポコちゃんもあるわ。ワンチャンポコちゃんじゃんこれ。おワンポコあるぞこれ。まさかのワンポコ。サンキューチャンネル。秘宝、秘宝じゃねえ。不法、不法でもねえ。ワンポコあるな。どうするここ、ワンポコ。セカシューでせき止めた方が良さそうだな。多分どうせこれ後々止まんないだろう。お互いおなら出しまくりだな。ワンちゃんポコちゃんだし、うんぼこまんぼこでもあると思う、たぶん。なるほど、賢い子だ。これ2枚目か、うん、ダーキンまで取っときたい感じはするが、ここは一旦待機か。待って、ちょっと考えさせて。次のターン、コルさんとこれでなんとかするでしょ。一旦多分秘策で耐えて、で、次のターン場に行って、で、次のターン DK か。ここな、戻した方がいい。このリンゴを頭に乗せてくれ。このリンゴを頭に乗せてくれ。なんで全部買うなの、それ割と痛いんだけど。うんぼこまんぼこだね。相手相当なうんぼこまんぼこだわ。多分ゴミ出すのやめて、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 ゴミ出すのやめて。いいよ、サイレンスじゃねえわ。ディバスでいいわ。ディバスで許す。オッケーオッケー。あー、取れねえじゃん。ムカつくわ、ほんま。ほんまうんぼこ、うんぼこまんぼこ、マジ相手うんぼこまんぼこ。ああ、ほんと。でもダーキンして、待って待って待って、でもダーキン結局ダメージむっちゃ食らうんだよな、次のターンな。この手ならうわ、しかも1枚ハンド燃えるのか、歯に燃えるんだろう。
分かんねえよ。金玉すんのここ。これもいらねえから捨てて。ダーキンして顔殴って強いさん、ダーキンです。女性でボードいっぱいになるからナイフジャグラーのジャグリングは食らわないはずやろ。でもさ、これ俺こいつずらトレプレップ来てくれ。トレパリーノ、トレパリーノがあるかどうかですごい変わるんだ。近い地だ。違う。10枚いいね。1枚スカイツ捨てるか。そしたら燃えねえで済む。1枚スカイツ捨てた方がいいの。どっち、スカイツ捨てる、スカイツ捨てねえとなんか燃えんのか。プレップが燃える。あー、燃やしたくねえカード結構多いな。武器も、あー武器ある。あー、いやー、スカイツはもういいだろ。さらばスカイツ。ここ行くよ。お友達しよう。終わったよ。手札が多すぎる。じゃあプレップ来てくれ。アホの子が、プレップがアホの子の可能性あるわ若干。プレップがアホの子であると結構きつい。いや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 、ちょっと待って、プレップは？おい！ほんまプレップがアホの子。待って、確定ドローか。待って、2回コルさん出したら確定ドローだけど。まずこれいらないから捨てるだろ。まあもしかしたらもう全員倒せねえじゃん。適当に捨てる。コルさん。プレップ、プレップ、プレップ。なんなんこのフンジャングル。なんなん。なん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 ？なんなんこれ。いや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 、これまあ燃える可能性ある。分かってる分かってる。あのね、高い可能性で燃える可能性あるけど、ここでプレバニが成功しなかったらこのゲームは、まあ、ここでバニッシュ使うじゃん。もうどうせ負けだから、負けだからって言っていい？負けだね。いやもうどうせダメだ。これプレップ来て、お願い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 。もうそうだよ、どうせ負けっから。そうだよな。いやそうじゃなきゃ困るんだよ。商売上がってるで、こっちは。ただかよ、プレップ。いい加減にしろ。カードが残り少ない。で、これいける？まだいけねえじゃん。なんとかして次のターン、一旦生き残れ、俺の勝ちか？生き残るぞ、頑張って。俺を殺すな、次のターン。光が陰ろう。正直17点は簡単に出るんだよ。はい、弱いが、カードがなくなったわ。これ次のターン何枚よ。また勝ちに行くんだったら6枚でしょ。次のターン相手0で1たす6、7、1たす
6、7、7、8、56の28だから、次のターンに俺が生き残ったら確定の勝ちか。合ってるよな。1+7、8、4、56の28、1+7、6、6、7、7、8、5、28、そうだ合ってるね。もうこれは回復。確か2回できねえ。トコパカポン。様の魔法は役に立たない。イズグ、ありがとうございます。違うじゃん、2回出せないじゃん、もう1回アウトじゃん。待て待て、顔に腹すぎてたら勝ってるね。6枚いけると思ってて6枚いけないやん。腹すぎても勝ってないのか。今日勝てないのか。今日はあなたが勝ちね。大学で使っちゃったんだ。見事だ。6枚いけると思ったけど、いけないね。いやでもいずれにせよ勝てねえよ。先にプレップが来てればな、分からんかったか。先にプレップが来てたら多分顔に腹先2発ぶち込めたからよかったんだな。あーもうこの人しかいねえよ。今日ずーっとこの人とやってるよ俺。もうこのおじさんしかいないんじゃないか、このゲーム。もしかしてワンチャンその可能性ないか。最初に当たった暴力以外全部このおじさんなんだけど、やめないか、このおじさん押すの。おじさん押すのやめない。でこれまたバフして殴って、これ簡単に取られんの。バカでしょこのゲーム。アスパラガスなのこれ。これどうすんの俺このダウン。これ取られる、絶対取られるじゃん。2マナの、2マナのバフしてくるやついるでしょこれ。いなかったとしたらどうなるの。どの手で決めなきゃ。一切ないわ、信じなさい。じゃあ動員がいけねえよ。動員、なんとかしろ動員。バフしな。じゃあマジ動員。アロパラ多いなぁ、ほんまに。ただいま剣山。マシンガン打法食らうのこれ。ねえねえ、マシンガン食らいそうな予感しかしないんだけど。
かし受けろ。せかし、お前が受けろ。そうだな、もちろんフェイスだな。ナイフジャグラー顔ムカついてきたわ。もうプチだよこっちは。ジャグラーさん、順番無視すんじゃねえよ。カンナさん本物だ。ありがとうございます。光が陰ろうとも我らは戦う。あー、ムカつくわ。フンゲーだわ。何もやることねえわ。できることないわ。あー、フンゲー、あー、フンゲー、あー、フンゲーだわ。トレードしてこいよ、パラガス。だって先、この人さっきも当たってないか。さっきの人違うのか。トレードしろよ、トレード。いやー、ちょっと待ってよ、今日ひどいな。ひどすぎる。ここで DK 来たらワンチャンあるわ。 DK からのコルバニ、 DK からのコルバニデラックスなんとらでいけるわ。降参よ。レクサー、狩りの時間だ。背中に気をつけて。まあ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 、ないよりはいいか。ないよりはまあ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 、まあ、序盤欲しいカードかって言われたら、まあよし。あー、まあ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 、いくわ。今そのカードは使えない。知ってるよ、そんなこと。
さあ、もうふん、もうふんすぎないか。なんだ、今井つくんのほんとやめないか。ああ、ふんゲーだわ。もうすぐそれ出す。もう一番嫌なやつじゃん、俺が。俺が一番今来てほしくないと思っていたのが、目。じゃあ、もうなんでこれ出すのかな。出しちゃダメでしょ。禁止カードだろ。で、これで何？クマとか出してくんの？あ、広場大変だろ。あ、お利口さんぶって使いやすい。お利口さんか？おめえ、おめえまさかお利口さんか？あ、これコールさん出していいの？これさ、またキャットトリックだったらどうすんの？俺これ出すじゃん。キャットトリックでダードーン。やだ、俺もうキャットトリックされたくねえ。もう無理無理。そうはいかのおちんちん。あ、俺もされる。16ヶ月か。ジーコはわしが育てた。知ってるな。ダメージスペル使えや、こいつに。ガブやれ。ガブと武器で取れ。場合によってお前もシュワシュワで美味しい戻すぞ。そんな嫌がらせするんだったら。はい、来た。もうプレバニが必須。ここに来てプレバニ必須。秘宝。もうなんなんこのフンジャングル。もうプレバニがなかったらダメじゃんこれ。プレバニ頼むぜ。プレバニプレバニバニシ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 、お願いお願い。はい、ありがとうございます。副作用一切ないわ。信じなさい。いいじゃん。そういうことなんだよ。やっと分かってきたか、ライオット。そういうことなんだ。あれかな、めんどくせえの来るんだったらこれで蓋するか。またダーツンか。帽子から猫マジでうぜえな、あいつ。あいつのこと考えるとちょっとなんかいろんなプレイができなくなる。
もしかしたらフェイスミスかもしれないけど、これサップしたいほどでかいやつ持ってないでしょ。ヤシャラージュ？もしかして待ってヤシャラージュのこと俺忘れてる？待ってヤシャラージュか？もしかしてバーンズヤシャラージュのこと忘れてたけど、まあないだろう。さすがにない。バーンズからのヤシャラージュはちょっと刃やオブ刃なんだけど。What the？ あー、これはどうすっかな。002で処理しちゃっていいと思ったけど、002で処理して、このでシュワシュワマン出して次のターンで DK でいいんじゃないか。だからこんなハンドが俺多分いらないんだよ。多分ここはハンド減らしで十分でしょ。で、相手は困って DK。あとバニッシュで、あと除去するだけだから。どう仕掛けるか。で、多分次のターンある程度もう並ぶんじゃないかな。凍結の罠で戻されるとしてどっちが欲しいかな。戻される、これ欲しいか。ちな、これ欲しい。ここでなんだ、結果 いくつかあるんだよね。爆発の罠の可能性もあるのか。どの手でいく、もういらないよね。3武器破壊してんだもんね。死の影からは逃れられないわ。あとは突撃のバカみたいなやつがいないことを願うばかりだ。
おそらくサップはなんか恐ろしいやつが出てきたら使わなきゃいけないな。これワンモンでしょ。 どれかワンモンと爆発あるんだよね多分。 Always have a fuck you fuck。 トレードしてコールさん死んで、俺の代わりに、俺の代わりにやられて。 Always have a fuck。 なんでファッファばっかなのねえ。31、いやどういうことなの31、マジ31助けてや。武器燃えたらまずいですね。あ、本当だ。待って、確かに武器燃えたら負けるやん。ちょっと待って、負けうる。ほんまや。全然気にしてなかったわ。Not even close. こんなんどうすりゃいいの？俺なんかやることがなんかいまいち分かってねえな。ハンドの処理をしたいのか俺は。挑戦を受けよう。顔殴りたかったんだよ。俺もヒールないのか。なるほどさ。私の歯が大きいのはね。ああ、これからなんかゴミ出てくるな。うん、これどうすんのこのターン。賢者。賢者いないのうちに。何していいかさっぱりわかんねえわ。試作は2枚の方がいいね。そうじゃないとパラディンにどうやっても勝てない。まあ試作は1枚でもパラディンに勝つのはきついんだけど、2枚ないとどうやっても勝てない。アクドンさん、ありがとうございます。じゃあ赤うどんさん、ちょっと違った。元賢者、ちょっと多分違うわ。偽物だわ。俺は本物の話が聞きたいんだよ。まだ照明弾あるのこいつ、もしかして。この敵照明弾あるんだっけ。何か忘れてるな俺。油断してるとこう一気にこうぐっさりやられる可能性あるな。匂いが消えるぞ。まあこことここで取って、これは顔だろうな。
left for? カードがなくなったわ。フォーセンウトフ。どう仕掛けるか。ハンターって持ってるの全部弓なんだね。これもそうか。イーグルホーンバウもバウだもんね。これも弓だし、この人が持ってるのも弓だ、ね、弓ばっかりやん。ピアランか。ちなみに勝率今何パーな ?51% か。ほとんど 50% なんだ。よくできたゲームだわ。だいたい勝率 50% なんだな。はい、パラカス。はい、パラカスです。ライトブリンガー。我名誉を持って戦う。一生パラガスします。気をつけて。まあ悪くないんだけどな。いや、これで後でコルさんが来て勝つっていう、そういう運よく行こう。コルさんもちゃんと入ってくるっていう。来ない。まあまあまあ、セカシュ最近のパラガスセカシュ飛んねんだよな、さまざまな要因で。What the fuck? コールさん来てないよ。どうする？完全にエイグロ対策なんだけど、今。ねえねえ、エイグロを倒すために作ったみたいな感じ、今ハンドなんだけど、どうする？困りんこんだね。弱りんこんだね。考える時間をくだされ。ドブあるんだよね。ただいま剣山。行くわよ。早いとこ、ここでセカシュー出してドブ出させる。ここでセカシュー出したら多分ドブ出してくるでしょ。ああ、いいかもね。ここでセカシュー出してドブベイトっていうとんでもねえベイト仕掛けてた。あ、いいね。ドブベイトしようぜ。どうせこれ使うとこもうないでしょ。ベイトしようぜ。DB ベイト。
あーか、めっちゃ賢いな俺。賢か俺。俺もしかしたら賢かもしれんな。ベイト、ドブをベイトするっていうでここに出てこなかったってことはハンドにあるでしょ。まあハンドがまあどっか眠ってるか知らねえけど、ドブベイト。なんだろ、コルさんのね、今なんだよ、やるんだったら。はい、出せや。はよ、これだろ。なんでドブ出さないの。何？引っかかったか俺のベイトに。バカめ。すまなければ。どうすっか。でもでもこれで多分なんか1コスのやつ入ってるんですよ。ドローしてどうのこうのってやつ、それ燃やしに行くというか。でもここのターン動くのこれしかないです。で相手あれでしょ、あのめんどくせえやつ出てくるでしょ。でめんどくせえやつ出てきたらどうすんの。絶対めんどくせえやつ出てくるよ。あーどうすっかな。相手コインめっちゃ拾っちゃうな。ってことはここ先にこっちで蓋する。世界の終末は近い。あ、ドブ。いや、ほんと欲しかったのは、俺でも4マナのこれ出されたくなかったわ、正直。これ次のターンこれ出そうと思ってたから。ちょ、それは痛手ではあるわ。まあ、実はこの辺が出てってくれねえかなとは思ってたんだけど。使ってもう一枚、ここでもう一枚ドブ出してくれたらまあまあいけるやろっていう感じするわ、ドブからこれかな言ってくれれば。あとはコルさんか。あーでもコルさん来ない丸顔しちゃったんだよな。貴様の魔法は役に立たんぞ。すまなければ。Holy fuck。 どうするチコ。DK かなも何も間違いねえだろ。まだドブもう一匹いんのか、怖えな。絶対もう一匹隠れてるな。ドーイン使わねえかな。ドーインからドブ出てきて、で次のターンプレバニーでぶっ飛ばすっていうのが一番いい流れだな、ドーイン、ドブでコルさん出してプレバニーでダーンバボババーン GG がいいんだけど、そうはいかない。ダブハゼ。すまなければ。ほんとコントロールデッキ使うとこういう兆候がいるからな、許せねえわ。まあ俺も同じぐらい考えた。おういい。
セカンドコルサ。いや待てよ、ドブネズミのことを考えたらこいつは取っといた方がいいのか。待て、でもここでプレップしてバニッシュするじゃん。あー、ドブネズミのこと考えて、いや邪魔だろ、さすがにそれはないだろ。あと1枚だろ、さすがにないだろ。イクオリティがどうかあるんでしょう。でも、まあ、これが一番なんか俺の通したい手なんだけど、イクオリティとかあったな、ありそうだね。イクオリティ、はて、イクオリティないサイレンスだけ。すまなければ。貴様の魔法は役に立たんぞ。来るね、フェイサーだね。ちょうど武器壊れたね。こんにちは、散髪でスッキリしましたね。はい、スッキリしました。サンキューチャンネルです。DK ある D、そうか、DK あんのか。あ、そうか、こいつそうか、DK あるからこれ DK で輝くのか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、そうかそうか。こいつダーキン来たらこれ割と仕事すんな。そうか、そうか、ダーキンがあったわ。考える時間をくだされ。相手のダーキンにはこうするわ、一応。すまなければ。それが我らの光が陰ろうとも、我らは戦う。すげえダメージ出してくんな。どうする、ここバニッシュしてフリーボードにしちゃう？悩むなぁ。もう秘策腐るだろうし、ここらで使わなきゃいけねえけど、でもあんまり意味がねえんだよな。どうすんだこれ。バニッシュはなんか違う感じするよな。決めなきゃ。回復したいんだよね。行くさよ。一切ないわ、信じなさい。
サイレンス警戒。待てよ、ドブ。そうか、ドブのこと考えたらこれ戻した方がいいのか。はて、待てよ、ドブがいるから。はい、コールさんでよかったか。怖いの、あとドブネズミか。この手なら。OTK できんの？もしかして。だって今さん出した方が良かったな。いや待てよ、次はさんどうせリーサルか。レサルあるな。そうかそうか、レサルあるのか。 DK になることは考えたけど、次のターンできっちりレサル。ドブやめて、ほんまドブやめて。そうか、ドブあんのか、てか確定的にあんのか。時が来た、私は蘇った。どの手で行くか。死の影からは逃れられないわ。Mm-hmm.
近づいておる。あ、今リーフだった。死は一時撤退に過ぎぬ。ドブベイトが良かったな。とりあえず一回ドブベイトが決まったんだけど、まあこれは取れ高としてギリギリ現状ですよ。バリーラ VS グルダン。お前の魂は我がものとなろう。背中に気をつけて。いや、真姫ではないでしょ。ほれはたれ。さすがに今日真姫はいないよ。真姫は多分今頃パラディンやってるから。真姫のことだ。パラディン回してるよ。ありがとう。桁外れの。どうすっかな。セカシュ出していいかな。ここどうしよっかね。どの手で行くか。行くわよ。巨人でしょ、どうせもう。最高の美徳。手札が多すぎる。一緒に飲もうや、相棒。ヤクマは見つけにくい。
いものなのだ。野郎はゾイツだ。これめんどくせえな。この動きマジでめんどくせえな。相手の DK がどんどん強くなるの怖いんだけど、秘策をうまく使わないと多分これ勝てねえな。そしたら副作用一切ないわ。信じなさい。どうする、チコならどうする。ここでハンドに DK が相手がもしなければ金玉でドゥームガード出すのは正解だけど、ドゥームが出せんのか。それは弱いな。副作用一切ないわ。信じなさい。ヘルファイアある。むしろヘルファイアでこいつらゴミをいっぱい出してほしいんだけど、まあ、まあダーキンもあるからな。もうこれから毎ターン秘策ありたいぐらいだね。よしよし、これで奴らが俺に従うんだ。いいね、ゴミがいっぱい死ぬな。行くわよ。死の影からは逃れられないわ。もうすぐカードが尽きるぞ。これただのキューベイさんビートダウンできるもんな。はあ、怖っ。どの手を打つべきか。
バウンスがこれ来なかったらめんどくさいことになるわ。時がこぼれ落ちてゆくわね。なこともないか。ドラゴが好きだか。よし、よし、これで奴らが俺に従うんだ。カードがなくなるわ。無駄タップがなかったらどうかな。うん、無駄タップコインしてさ。バリーラ vs ジーナ。光ってるけど関係ないってことは知ってる。あなたが招いたのよ。背中に気をつけて。光ってるけどそいつは敵だ。チコ。パラカスジャングルは抜け出したけど今どこにいるか分かんねえわ。こんなマリガンしてるからなビビりすぎて。What the fuck? あー、コールさん帰ってきてよ。金ピカだったんだ。相手は金ピカだったんだよ。それを考えてやればよかったんだ俺は。コールさん帰ってきて。ウォルさーん行くわよ。チクッとするわよ。やっぱね、弱、やっぱね、精神がやっぱりこうね、あのやられそうな時にやっぱ弱気なマリガンになっちゃうんだよね。呪文唱えたくない。こんなマリガン弱気だな。マリーが弱すぎた。ありがとう。行くわよ。チクッとするわよ。オッケー。ここ行くよ。ここ行くよ。これさ、じゃあさ、スクルトさんさ、この新しいスタンプどういう評価よ。新しいスタンプ。オハイオリックの方が良かったでしょ。言っといて、俺は今やってんのかな配信。ちょっと言っとくわ。今日配信終わってからちょっとだけ顔出して言っとくわ。いや、オハイオリックの方が良かったじゃんつって。何考えてんのっていう。どう考えてもオハイオリックでしょね。最初俺もオハイオリックのことゴミだと思ってた。ゴミだって言ってたけど、でもオハイオリックの良さはやっと分かってきた。このスタンプ意味が分かりません。そうだな、俺もそう思うわ。
どうすんだろうな。ここ気合と根性のキュレーターする必要はあるのかな。もっと多分ね、ゆっくりダラダラ相手のハンド試させた方がいいんだよね。それあるんだ。それ想定外だわ。アイスブロック以外存在しないと思ってた。これは一本取られたね。さあ何が燃えるんだ。この発明品どうよ。手札が多すぎるわ。この手なら世界の終末は近い。ちゃうか。手札が多すぎるわ。なんかあんのか。これムカつく。もうフンジャングル、これのせいで全然ミリングできねえよ。俺のやりてえことがフンジャングルのせいだ。なんだよ。手札が多すぎるわ。一緒に飲もうや、相棒。行くわよ。まだあんのそれ。2枚も入ってるとか。まあ雑に俺切ってるけど大丈夫かこれ。プレップ行くわよ。手札が多すぎるわ。タイヤグレ燃えないで、タイヤグレだけは本当に燃えないで、燃えないで、燃えないで、タイヤグレだけ燃えないでお願い。
影隠れだけはちょっと燃やさないで。手札が多すぎるわ。行くわよ。死の影からは逃れられないわ。せっかくだろ。めっちゃカード残ってるやん。脅威のなんちゃらのせいで、脅威のなんちゃら3枚ぐらい燃えただろ。終わりか、これ次のターンで。やん、ああ面白くねえ。ああムカつくわこのゲーム。ほんとハースストーン嫌いやわ。ハースストーンほんとに。脅威の糞ばっかりじゃん燃えてんの。相手何点までいってんの。終わりよ。お友達しよう。諦め？まだ何か所できたと思う。ようやくトロールできた。タレができた。タラカスやめて。タラカス村に帰さないで。ジェイナ・プラウド・ムーア。源流、神聖だろ。あなたが真似。わかんないけど、とりあえず背中に気をつけて。光ってるってことはクエストメイズだね。この人さっきの人。あ、このさっきの人じゃん。何な、な、な、めっちゃファンメ来た。久しぶりだな。チンガ・ツ・プタ・マドレ・オ・ジャラ・ザ・グリンゴ。ああ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 放送禁止コードで、放送禁止コードから、ああああああ、どうしよっかな。ねえ、すごい来てる。見て人画面。ちょ、これ驚きだね。俺のバッグにはカラールがついてるんだぜ。オーマイ。さっきの星をそうしてすぐ失うんだ。彼もおとなしくこのデッキをプレイすればいい。
ああやめてよ、もうやめてよ、もうやめてよ、やめてよ、ああ止まらないよ、やMy God! Shit! Chikoku! Oh!戻ってきた。もうこれもうコントロール V 連続だよ、そりゃ。どうかしら。めっちゃ嫌われてるやん。動物園は招待客限定です。降参よ。やめよ。俺もやることやる。俺も同じことやること思ってるけど、やめるわ。いけない、いけない。こういうゲームだろう、それこそ一番気に入らねえのは。だよ、俺のやりたいこと何もできねえで負けてさ。初見こんにちは。バリーラ。来た。レジェンドじゃん。完全にこいつ OTK プリだわ。レジェンドまで行ってるやつはもう確実に OTK プリしてくるから。もう気持ちよさ重視。I am a legend! じゃあ。副作用？感染症だけどうやってやるの？信じなさい。これやったことないの？絶対これ OTK だもん。わかるわー。嫌いやわ、OTK。ああ、絶対。
OTK だ。もう遊ぶな OTK で。ビッグかそれともちゃうか。 OTK がビッグやるどうせ。チクッとするわよ。行くわよ。ズンチャッチャー、ズンチャッチャー、ズンチャッチャーチャーンでしょこれ。チクッとするわよ。あ、試合中はダメなんだ。秘密情報員だ、一瞬を開けろ。予想通りだな。